女川町は、宮城県オ鹿郡にあり、太平洋沿岸に位置する町である。三陸地方南部に位置し、日本有数の漁港である、女川漁港があるほか、女川原子力発電所が立地することでも知られる。女川町役場仮設庁舎宮城県オ鹿郡軍、女川町女川浜あざ大原316、女川原子力発電所長域は、 三陸復興国立公園地域に指定されている。北上山地と太平洋が交わるリアス式海岸は天然の良好を形成し、カキやホタテ貝、銀酒などの養殖漁業が盛んで、金華山、沖よ場が近いことから、地方卸売市場には暖流、寒流の豊富な魚種が数多く扱われる。中でもサンマの水揚げ量は全国でも有数であり、 大量を祈る、サンマでサンバという曲が、地域の祭りや、運動会で踊られることもある。また、町の南には、石巻市にまたがって、東北電力の女川原子力発電所があるが、東日本大震災以降は、運転を停止している。女川町は、町域の山方を、北上山地に囲まれ、総面積の83%をリニアが占めており、平地は少ない。 また、欠片の気候区分によると、温暖湿潤気候であり、そのバイオームは、火力樹林が分布している。主要な地形宮城県内の地政的な地方区分である、北部、中部、南部のうち、中部地方に属し、その北東部に位置する。現在の宮城県の広域行政県としては、石巻市、東松島市とともに、広域石巻県を形成する。 女川町の町邸や大技は以下の通りである。女川町正方背後にある黒森山のふもとにあたる奥地に安野平というところから流れ出る渓流がある。伝承によれば、平安時代に起こった全9年の役の際に、安倍貞党の軍勢が隣村のいないの館により、源氏方の軍と戦った時、一族の不助子を安全地帯であった安野平に避難させた。 このことから、ここから流れ落ちる小川を、小長場と呼ぶようになったという。江戸時代は、仙台藩領だった。仙台藩では領内を、南方、北方、中奥、奥の四つに区分していて、小長場がある、押下郡は中奥に属した。押下郡は、陸方と浜方に区分され、さらに浜方はその内部で狐先組、十八世組、小長場組に分けられ、 それぞれに、大肝入りが置かれた。1889年4月1日に、松村制が施行された際、藩政時代の女川組20浜の各村が、合併して、女川村となった。村名に、女川が選ばれたのは、女川浜が、藩政時代に女川組の大肝入りの居住地であった、こと、全地域が、女川組としてまとめられていたこと、また、 地の利を得ていたことに由来するのだろうと、女川町市は記している。1926年4月1日に、調整移行し、女川町となった。女川湾は、比較的水深が深く、宮城県に寄港する、大型船舶の停泊地になることが多かった。塩釜港や石巻港が、春節整備される以前は、日本海軍の艦船が、女川湾に停泊しており、 女川湾の昇降の整備にあたって、軍港誘致の請願が行われた。第二次世界大戦中には、東北地方太平洋岸の防空、対戦任務のため、横須賀鎮守フレーカの女川防備隊がここに設置され、艦艇が配置された。また、太平洋戦争末期の1945年8月9日には、 連合国軍機による空襲を受けて、海軍艦艇7隻が撃沈された。1975年度の女川町の市街地国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成女川町の財政は、東北電力の女川原子力発電所の立地による固定資産税や原子力発電施設等周辺地域交付金及び、 電力輸出権等交付金からなる電源立地特別交付金が交付されるため近隣の市町村と比べると潤沢な財政を持つ2012年度までは地方交付税が支給されていない地方公共団体であったそのため石巻市など周辺市町村との合併には消極的である女川町の歴代町長及び女川村の歴代村長は以下の通りである 以下は2020年10月19日現在での、町議会議員の一覧である。シーパルピア・オナガワ・オナ駅、一般国道県道オナガ町総合運動公園、総合体育館オナガ町史跡差しの浜海塚、オナガ温泉湯ポッポ被災したオナガ町被災した、オナガ町中心市街2011年3月11日14時46分18秒。 マグニチュード9.0の東北地方太平洋沖地震が発生し、女川町は女川原子力発電所の震度計が震度6弱を観測した。さらにこの地震が引き起こした津波に襲われ、沿岸部は壊滅的被害を負った。また、港湾空港技術研究所の調査によれば、津波の最大波行は女川漁港の消防庁舎で、 海抜14.8メートルを記録した。津波で3階建ての町庁舎も冠水したが、町長以下職員は、毎一発屋上に避難して無事であった。尾長川原子力発電所は高台にあったためかろうじて、津波の直撃を免れたものの、発電所を管理する宮城県原子力センターや、原子力防災対策センターは屋上まで冠水し、 環境放射線監視システムが壊滅。職員の多くも行方不明となったため、国や県に一時的に報告ができないという状態に陥った。女川湾から約100メートルのところにあった77、銀行女川支店では高さ約10メートルの屋上に、行員が避難したが津波に飲み込まれた。東北電力は、女川原子力発電所の潮位計の記録を解析し、 当施設が浸水口13メートルの津波に襲われていたことを4月7日に公表した。尾長川原発の敷地の標高は14.8メートルであるが地震で約1メートル地盤沈下したことが分かっており、計算上津波は敷地まで80センチメートルの高さにまで迫っていたことが判明した。実際津波のしぶきの痕跡が敷地の外縁に残っていた。 なお、最大波から15分ほど後に発生した強い引き波の時には、海水面が下がりすぎて、原子炉を冷却するための取水口が3から5分の間むき出しになっていた可能性もあるという。町域にある鉄道駅の内 JR 石巻線の女川駅は、土台だけを残して駅舎が流出したほか、駅に停車中であった列車や町営温泉の保存車両等が流されるなど、 甚大な被害を受けた。また、女川石巻間では、線路が損傷した。さらに鉄筋コンクリート製のビル6棟が、基礎部分ごと地面から抜けて、横倒しになる被害も発生した。液状化現象で基礎が浮き上がったところを津波に、なぎ倒されたと思われる。世界的にも、例のない被害であることから、町では、被害資料として保存する方針を固めている。 復興に際しては、将来の津波被害に備えて、住宅は津波が遡上しにくい高台に、商業施設などを低地に整備する町づくりを進めている。日本の他地方同様、震災前から少子高齢化が進んでいた上に、復興計画づくりや、宅地造成に時間がかかり、町外へ転出した住民も多い。2018年3月15日付、 日本経済新聞長官によると人口は約6600人で震災前と比べ約34%減少。企業や工場、商店といった事業所数は約360で震災直後の約190より増えたが震災前の約660には及ばない。ありがとうございます。